新アベノミクスで日本はどう変わる安倍総理が先週アベノミクス新しい3本の矢発表しました。まず全体的にはこの1億総活躍社会というね、こういうスローガンがありまして。で、この新3本の矢ですが、 一つが希望を生み出す強い経済。二つ目が夢を紡ぐ子育て支援。三つ目が安心につながる社会保障ということですね。まあ、強い経済、子育て支援、社会保障。まあ、どれもいいことなんですけども。ただこれ、えー、何か夢のような感じが。ね、あの、坂とみたい。ああ。昔の。はい、えー、もうね、私ね、実は GDP600 兆円を目指すという目標だけ聞いてたんですよ。はい、ええー。 えーと、GDP っていうのは何回も言ってますけど、はい、民間の消費と民間の投資、まあ設備投資と住宅投資、はい、あと政府の消費と公共投資と、あと純輸出、輸出から輸入を引いたものの合計なんで、はい、じゃあどれを伸ばすっていう、<ー>そういうアベノミクスなのかなぁと、思ったらなんだと。<laughs> はっきり言ってですね、アベノミクス終わりました。 終わりましたか ?9 月24日に。はい。こんなね、バカげたスローガンっていうか、もう社会党のようなね、抽象的なスローガン掲げてですね、こうなったらいいなーって、こう、夢を目標としてか、夢を政策みたいなこと言ってんだけど、それは政策じゃないんで。となれば、あの、最初の金融財政成長の方が。逆、具体的でそれって。そうです。要お金発行します。財政出動しましてないんだけど、政府がお金使います。まあ、成長戦略は構造改革だけど、まだしも具体的だったけど、今回何ですか、これはと。はい。ええ、まあ、その、